おはようございます今朝の気づきをシェアします仕事や家庭生活においてうまくいかないこと多々ありますよねえ、私ももちろんありますで、その時にどうしてってなぜこうやってくれないんだろうっていう思いは岩だに出ますでもそれがやっぱ自分が作り上げた結果なんですよねまず 与える相手の望みを叶えることから、相手のこうしてほしいことを知ってま聞いてま観察が最初ですね。それを知らない限り的外れな行動ばっかりするから相手満たされないから。あのはい。動きもしない。動かないですよね。ま相手を動かすためにやるわけじゃないんですけど、本当にその相手を満たす。 行為ってなんだろうっていうのを知ってそれをやるそのことによって奇跡が起き始めるんだなっていやちょっと起き始めたんでそれを感じています相手はやっぱり支援してほしいんですね支えてもらいたいいや私もそうです自分が支えてもらいたいんだったらまず自分が支えること与えてこそ与えられるっていうのを本当に 職場のの中中でであったり、家庭生活の中で今、感じてます。親子関係夫婦関係上司部下先生生徒、まあ、あらゆる人間関係でこちらが満たされてない時に欲しがっても満たされませんまず自分ができることは何かって相手は何をしてほしいんだろうって分からないんだったら聞くでも聞いても答えないんだったら観察しそして 心の目を見るというか心の目で見るやっとそういうのがうん実感できてきたかなって気がしてますこれもチャレンジしなかったら分かんないことです回り道いいっぱいしてますでも振り返った時に太く大きな一本道遠回りは私は目標あの願望に対して 必要な道だと思ってますまあ、一直線に真っしぐらいにいく人生もそれもそれでいいんでしょうけど私は不器用で、えー、いろんな立ち止まったり挫折したり遠道してますけどあのとても充実してますおかげさまでこのいちご農家1億円の挑戦いや必ず達成できるって一つ一つ成長をかみしめて今日も頑張っていきたいと思います以上です。